こんにちは、野球クラブ18です。顔が真っ赤で手が震えた敵対投手二人が本音を吐ろ大谷翔平の突然の行動に敵ベンチがひれ伏すクリス・テイラーが驚くべき詳細を明かす。1月5日の試合で、大谷選手は2番 DH としてスタートし、最初の打席で相手先発フリードから今シーズン初のホームランを含む2ランヒットを放ちました。その後も左方向へのヒット。 中央方向へのヒットと続き、第4打席では新たにマウンドに上がったミンターから速球を左方向へ運びました。これが彼のシーズン10号ソロホームランとなり、バックスクリーンの左へ飛び込む大飛球でした。スポーツメディアスポーティングニュースは、この日の大谷選手のパフォーマンスについて、今季初めての1試合4安打、2本のホームランを記録し、 シーズン10号のロングボールは約141.2メートルを記録する、シーズン最長のホームランだったと評しています。この3試合のシリーズでの成績は、8安打、5得点、6打点、24球、そして3本塁打。特に彼の三振の数はホームランの数よりも少ないというのが印象的ですね。アトランタ・ブレーブスの先発サワン。 マックス・フリード選手が大谷翔平選手に初回に2ランホームランを許してしまったことについて、公式サイトのインタビューで、初回からリードを許すと、特にドジャースのようなチームとの対戦では厳しいですねと失望を表していました。彼は1ボール2ストライクから低め外角のカーブでファウルを取り、次の5投目は高め内角に投じたのですが、それがセンター越えのホームランとなってしまったのです。 初回に大谷選手のような強打者に大きな一撃を許してしまうと、投手としては非常に厳しい心理的な状況に置かれます。一方、AJ ・ミンター投手は大谷の2本目本塁打を失ったことについて実際、その状況では私の手は少し震えていました。大谷選手は相手チームにとってはもう脅威ではなく恐怖の存在になっているのではないでしょうか。と語った。 A.J. ミンター投手は2本のホームランももちろんアメージングだけど、大谷がブレーブス先発フリードから打ったショートの頭を越すヒット放った時の、フリードの表情が全てを物語っていて、どうやったら打ち取れるんだと。フリードは大谷以外は完璧に抑えていただけに、いたたまれない気持ちになっただろう、笑っと付け加えた。クリス・テイラーは試合後、大谷の礼儀正しさには頭が下がります。毎試合、 主審に会釈をするだけでなく、今日、第一打席に入る前に、相手ベンチの方を見て、監督に敬意の会釈をしてました。監督も大谷に答えて手を振ってましたね。もしかして、大谷なら打たれても悔しいという気もしないのでは。ブレーブスに来てくれていたらと、内心を持っているかもしれません、と興奮を語った。大谷選手が対戦した先発投手は、請球が非常に良い投手でした。 初回には甘く入ったカーブを見事に捉えて、その後も難しいコースへのシングルヒットを放ちました。このような請球の良い投手は、大谷選手にとってもチャレンジですね。は予測が難しい球を投げる投手に対しても、自分の読みで打席に立つことができるので、この対戦は見応えがありました。大谷選手を抑え込むには、最初の投球から彼が触れる高めの球を見せる必要がありますね。 今回の対戦では、イオロズンのような攻撃的なピッチングや、自然に力強い球を投げるピッチャーが必要でした。大谷選手の2回目のホームランは、初球のフォーシームを見事に捉えました。ベンチにいたチームメイトも、その試合の後で少し気遅れしていたのが本当のところです。大谷選手は非常に優れたピッチャーですが、鋭いファストボールやカーブを投げるサワンピッチャーに対しても、 彼のバッティングは崩れません。彼の技術と柔軟性が光りますね。大谷選手は一部で一郎選手を彷彿とさせるような柔軟性を持っていると言われています。この柔軟性が彼が異なる投球スタイルに対応できる理由の一つです。実は彼があまり好まなかった唯一のピッチャーは現在のチームメートであるクレイトン・カーショウ選手だったそうです。カーショウ選手もまた 非常に独特な投球スタイルを持つピッチャーですから、興味深いですね。私も今日の大谷選手が苦戦するだろうという予測が見事に覆されたことを嬉しく思います。特に彼の第3打席でのヒットは、フリード投手も少し笑っているように見えましたね。時々、大谷選手がまるで別のレベルで野球をしているかのように感じる試合がありますが、今日の試合はまさにそれでした。彼の技術と才能が際立っていました。 かつてイチロー選手が言っていましたが大谷選手が打者かピッチャーの一方に専念するならば信じられないような記録を打ち立てるだろうとそして実際今年打者に専念している大谷選手は誰も想像できなかったような素晴らしい成績を収めていますチングの負担がないことでシーズン終盤の疲労によるパフォーマンスの低下が見込まれにくく彼がどんな驚くべき記録を樹立するか期待が膨らみます 大谷選手の活躍は本当に怖いくらいと言えるでしょう。彼の成績はもはや驚異的、いや、素晴らしいとしか言いようがありませんね。大谷選手はそのヒットを放った後、まるで WBC のように両手を挙げてチームを鼓舞しました。その試合の重要性を感じさせるパフォーマンスで、その結果、彼のチームはシリーズを容易にスイープしました。逆の結果だったら、 彼らがスイークされる可能性もあったでしょう。そのような瞬間はチームに大きな勢いを与えますね。そして今シーズン、大谷選手が万全でない時でも、ベッツ、フリーマン、スミスといった選手が支えていますから、チームは非常に強いです。ドジャースは優れたヒッターが揃っており、次々とバットを握る選手たちの間には強い競争意識がありますね。 大谷選手は状況に応じて長打を狙わずに、コンパクトなスイングで安打を狙っています。彼はあまり4球を選ばないため、少なくとも40本のホームランは打つでしょうね。得点圏での打率が低いと言われていますが、これはサンプルサイズが小さいための数字です。シーズンが終わる頃には、昨年と同じくらいの割合になっていると思います。大谷選手のバッティングは非常に計算されており、 彼の技術と精神力が彼をタイトル争いに止めています。通常、大谷選手は6月になるとバッティングフォームが安定しピークを迎えますが、今年は5月の初旬からすでにビーストモードに突入しているようですね。彼のホームランが中央から左中間にかけて増えてきており、これは彼が好調な時の典型的な傾向の一つです。さらに、二塁打を異常なほど積み重ね、シングルヒットも多いため、 通常以上の覚醒が期待されます。大谷選手のこのような活躍は、ファンにとっても大きな魅力です。彼のバッティングがこれからどれほどのインパクトをチームにもたらすか、非常に楽しみです。以前は大谷選手の打率や打点が低いと言われていましたが、一昨日の劇的な同点ヒットが彼に火をつけたようですね。大谷選手は常に自身のコンディションを向上させ続ける選手です。 まだ本領を発揮していないとも言えるでしょう。特に今年はピッチングの負担がないため、シーズン終盤の疲労によるパフォーマンスの低下が考えにくい状況です。このシリーズで大谷選手は本当に素晴らしい活躍を見せてくれましたね。最初のホームランはシリーズスイープへの道を切り開く先制弾となりました。彼の2本目のホームランは、まるでこれが私の打球だと言わんばかりの打撃音と驚異的な飛距離で、 ホームのファンを沸かせました。そして、この3試合のシリーズでは、大谷劇場と呼ぶにふさわしいパフォーマンスを展開。彼はベッツの打率を上回り、オズナと並ぶホームラン数を記録しました。数日前、大谷選手が得点圏での成績が振るわないという記事に対し、彼は自己犠牲の精神が足りない、独りよがりだといった否定的なコメントが多く寄せられました。 大谷選手はそうした批判を力に変え、ドジャースの一員として見事に活躍しています。彼の精神力と逆境に強い姿勢は、多くのファンにとっても大きな魅力となっていますね。確かに、一時的な不調を捉えて彼を批判する人々がいますが、現在の大谷選手の活躍を見たとき、彼らはどのような気持ちでいるのでしょうか。時には過度の批判が人を追い込むこともありますが、 大谷選手のようにそれを乗り越え、高いパフォーマンスを維持する姿は、私たちにとっても大きな教訓となります。大谷選手のような選手がいることで、スポーツの世界がさらに豊かになります。彼のこれからのさらなる活躍が楽しみですね。はい。彼から目が離せません。それでは、今日の放送はここまでですが、次回も大谷翔平選手の最新情報をお届けします。お楽しみに。